everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。8月27日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から周波数 79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオからキウ名古屋お送りいたします。あの皆様ね、王子ね、無事ね生還いたしましたので、皆様にねご心配をおかけしましたけども、ちゃんとね帰ってこれましたので、うん、よかった、まあ、いろんなことあるんですけど、まあ、またねちょっと時間があればお話しますけども、まあ、いろんなことがあったんですけどね、やっぱりね美女を求めてねフラフラーっとねバケーションをしようかなと思うとちょっとね痛い目に遭う時がございます。スウェリマスクマンでございます。はい、まあ2週間平和でしたけれども、まあいなければいないでなんとなく物足りないし若干心配になっているから、やっぱり王子は必要なのかってちょっと感じた味噌煮込みスキーと、いやー久しぶりにこの男見たんですけど、皆さんツイキャスをご覧の皆さん、やつれてますよね、交流されてました。うん、はい、あ、そうなの、はい、うん、やっぱり予定の日にちに帰ってこれなかった、ね、そうなんだよね、だからね、まあ皆さんもよくご存知だと思いますけども、プロレスラーのね武藤圭さんのようにね、このちょっとひげを蓄えてですね、うん、ちょっとこう精悍な感じで戻ってまいりましたけども、まあでもね、いろいろあったんだよね。これ本当だったらさ、ね、美女がたくさんいるところだったらね、ちゃんとね、フィーも剃らなきゃいけないんですけども、それをやってる場合じゃ、ね、なかったっていうね、大変だったね、大変だったんですよ、大変だったんだよね。はい、ということで、はい、まあ、久しぶりに3人揃いました。3人でお届けします、はい、今夜のテーマは昭和。今夜のテーマはこれセカンドエディション、ちょっともう一回やり直し、はい、はい、お願いします、仕切り直し、ね、ここをさ、英語を読ませようっていうね、うん、ところがちょっと海外行ってたとみんなにね思わせるためにね、と思ったんですけどね、じゃあ行きますね、はい、はい、昭和セカンドエディション、なかなかいい感じでしょ、ちょっと発音なんか違う気がするけど、あ、そう、じゃあ多分間違えてんだろうね、はい、はい、じゃあ今夜のテーマは昭和セカンドエディションです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJGお小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田おやつと軽食の店夢や、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引っ越し取引代行は名古屋港区 JTA、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。
私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。ツイキャストたくさんいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。高保さん、こんばん。名古屋、名古屋で王子オアシスからのお帰りなさいませ。ありがとう。オアシスだったんかな。まあまあ、あの最初はそのつもりで言ってんだけどねそのつもりだったんだね、うん、最初は、うん、で、あのヤスさん、コンビニシャロシヤスさんです。こんばんは、王子お帰りなさい。はい、ありがとう。帰ってきましたよ高保さん、会わない日々が悲しかったですよ。あら、まあそうなの。会わないの泡がね、バブルの泡になってるね。あ、そういう泡ね。岐阜の9人のバーバーさん、こんばんは。夕飯作りながら聞きますね。あの、どうぞ、あの美味しい食事をお作りになられてしみじみ言ってる、いや本当よ、うん、カープボーイさん、味噌煮込みすきさん、ダンサーさん、ひげを剃ってもやくみつるさん、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。ひげを剃ってないけどね、今日はね。そうだ ね、うん、1週間も夏休みに行くってどこ行ってたんですか？コートジボワール行ったんですかって。ちょ、これいろいろね、あれなんですよね、うん、あの王子もね、ノープランでですね、うん、やっぱりこうね、サマーバケーションということで、うん、まあ、こうね、いろんな女性のいい匂いのする方向へね、足を向けたんでございますけどね。どういうわけかね、どういうわけか、どういうわけかね、どういうわけかね、こんなね、最後の結末がこんなね、あの、うん、形になってしまいましたね。本当ですよ、ね、高本さん、合わせる顔がなかったってことかな。合わせるの泡がまたバブルの泡だって。そうね、バブルのね、はい、FMJG 新一さん、お三方さん、こんばんは。はい、こんばんは。王子、お久しぶりです。はい、お久しぶりでございますで、カッポーイさん、今日さっきまで、やす子の誕生日で、なんだろう、誕生日のやり直しで焼肉屋さん行ってきた。久しぶりの中いっぱい焼肉を食べた。しかし中国人観光客ばっかりだった焼肉屋さんって。あ、まあ今ね、インバウンドですから ね、沖縄も結構外国の方がたくさんです、ね、うんうん、で、ヤスさんが一体何をしたんだって。それは内緒でございますで、FJ 自身さんも、本当だ、ヒゲが生えてるでしょ、うん、ね、高本さんが ね、うん、それだけ労力を使うとげっそりしますよねって何の労力を使ったんだろう。で、沖縄大福さん、こんばん。名古屋、名古屋、名古屋、はい、名古屋、お帰り。はい、帰ってきましたよ、はい、で、ペーターさん、あ、早速滑った。どこが、どこが、
どこが滑った？オープニングのところです。あー、あオープニングというかあれだね、あの昭和のね、はい、あそこですね。そうです、はい、そこですね、うん、はい、カープボーイさん、昭和といえばやはりラジカセでベスト10の音楽を録音しようとして、絶対何やってもお母ちゃんの声が入るっていうあの被害的経験感って分かります。ラジカセをテレビの前にね、うん、くっつけて、あれよくありますよね、ご飯できたよってやつ、ね、うん、そうですね、うんうん、そう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 、はい、で自由気まま配信ワッチーさん、旧名古屋の皆さんこんばん、名古屋、名古屋王子心配しました、正直お帰りなさい王子で、ご飯とお茶のマーク、 ありがとうございます、うん、あのね、それこそですね、はい、皆様に、ね、ご心配を、ね、おかけしましたけどもですね、はいはい、王子至って元気でございますんで、ね、うん、ただこういろんなところでですね、うん、こう綺麗にシェービングできないとかね、そういうことがございまして、うんうん、まあ、そのままの形でね、野生児のようにしてそのままの形、まあ、慌てて帰ってきたんですよね、うん、あの、まあ、この野生児のような形でね、うんうんうん、どうかなと思ってさ、うんうん、ちょっとさ、やっぱり、はいはい、美人のお姉さんを追いかけるっていうのはさ、どうなのかなって思うんだけど、ね、でもね、これがですね、うん、ちょっとこうワイルドにするっていうのもね、はい、一つ、いい手なんだなと思いながら、やっぱりこうね、まあ、一つ言いますと、その放浪っていうね、うん、あれもありますの で、いろんなあの方との接触がありまして、うん、結構ね、あの年齢をいったね、もうね、75とか80ぐらいのね、うん、まあ、方々もですね、まあ、開放的になってるんでしょうね、はい、うん、普通にね、女性の方ナンパしてますから、でそう、ね、本当にね、そうなんです。でそういうところをね、あの王子を見習いながら、そういや本当にだってね、うん、年齢がそのね、結構いってらっしゃる方なんですよ、ね、うんうんうん、ね、あのわしちょっと目見えなくてって言いながらも、うん、女性の方がしっかり見えてて、うんうん、ね、あんた若く見えるけど結婚してるのとかで、ね、言うんですよ目見えない人だったのになんでそこまでわかるとかね、なかなかこう、役者だなと思いながら、そういうね、男性方を見てましたので、あの高坊さんが22時9分、はい、女性の香りを嗅ぐで注意が入ってます、はい、気をつけてください。いやいや、これはもう今の真実をね、うん、お伝えして、王子もそれを見習わなきゃいけないなと思いながらね、うん、いつまでも健康で若くいるためには必要なのかなと思いましたけどね、はい、おだまり、じゃあ、メールお願いしますはい、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 これこちらはですね、ヤンポーさんからです、はい、ありがとうございます。ダンサーズさん、みそにさん、来てるか、なぜか知らない国で拘束されてないかこんばんはということでございますけども、うん、まあ、拘束ではないんですけども、うん、まあ、それに近いような形でね、自由に出入りできなかったっていうことはございますんで、ね、うん、はい、して、昭和とは売店の外に置いてある瓶を取って、おばさん瓶持ってきたよって言ってお金をもらうのが昭和。まあ瓶の飲み物って返すとお金が返ってきますよね。そうですね、ロケット花火や爆竹を売店の中に打ち込んだり投げ込んだりするのが昭和。なかなかですね。いやいやいや、それはもう普通やらなくない、ブラウン管テレビのチャンネル争いをして、結局はテレビを見ていないのが昭和うん、あるあるだ、これすごいよ、豚が豚小屋から脱走するのが昭和。以上、昭和エピソードでしたまあ昭和エピソードいっぱいありますよね、本当にね。ありますけど、ちょっとなんか過激ですよね、うん、過激でも、うんうん、でも過激な方いらっしゃいましたよ結構やっぱり昭和の方はね、うんうんうん、まあ、これぐらいでみんなね、元気良かったっていうことですね。なるほど、元気良かったでまとめていい内容かな、まあ、若干犯罪見えてるのもあったけど、犯罪ね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ行きますね、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。テーマ、昭和セカンドエディション。昭和といえば最近嬉しかったニュースがありますね。アニメ筋肉マンと太陽戦隊サンバルカン、宇宙刑事ギャバンなど多くのアニソンヒーローソングを歌われた櫛田明さん、
急性膵炎という病気で入院生活を選択した明さん、闘病中も YouTube でご自身の楽曲を病室で歌われている様子がアップされていました。その串田明さんが無事に退院されまして、最近開催されたアニメジャパンフェスというイベントでサプライズ出演されました。昭和平成令和と時代と世代を超えて愛されている串田明さんのご活躍と健康をお祈りしますということでした。うん、ね、結局、ね、こうね、闘病されてって復帰されて、うん、でまたこう、ね、フェスとかに出られて歌が、ね、うん、まあ、健康で、ね、歌が歌われるっていう、ね、それが一番最高のことでございます ね、 ね、 そうですよね。王子も、ね、一歩間違えれば、ね、うん、どうなっちゃうかわからないですからね、うんうん、このね、こちらに帰ってこれないかもしれないっていうね、うんうん、うん、こういろんな、ね、諸事情が ございましたけども、大変だったでしょ、うん、なんとかね、うん、こっちへ帰りたくてね、ね、日本語の喋れる女性のいるところに返してくださいってやっぱり結局やっぱり日本語がね、そうそう、そこが大事大事ね、うん、はい、そうそう、まあ最近やっぱり私は田原俊彦さんですね、うんうん、ね、こう久しぶりに歌ってる様子をね、うん、こう見てやっぱり、うん、うん、その昭和平成令和じゃないですけど、うんうん、いや、 やっぱり令和でもあれぐらいの、ね、アグレッシブというか ね、 そうですね、やはりダンスもきれやかっていうところがやっぱり最近だからね、そういう昭和時代に活躍された方がまた元気でね、こう活躍されてるっていうのは嬉しいですよね。そう、うん、そうですね、ね、はい、まあね、またね、うん、王子たちのね、こう年代となるとね、その昭和の、ね、アイドルの方とかね、うん、もういっぱいいらっしゃいますから ね、 ね、そういえばトシちゃんってあれなんだよね、ついこの間名古屋の大高イオンでなんかちょっとイベントやったんだよね、ちょっと前にね、来てましたよね、なんかやってたらしい。そうか、そういえばそうですね、うん、意外に田原俊彦さんって名古屋にいらっしゃるんですね、うん、なんかね、こうやってイベントやってたっていうのをちょっとね、うん、知りましたけども、うんうん、お、そうなんだ、こっちにも来てね、ね、まあ、そうやってね、生でね、また、昔のアイドルの方なんか見るとね、うんうん、元気もらっちゃうじゃないですけどね、うんうん、そういうこともありますので、うん、まあ、どうしても、まあ、王子の場合はですね、はい、今のアイドルの方の方がいいなと思っちゃいますね。どうでもね、ちょっとね、年齢いっちゃいましたけど、ももクロとかいいですよね、うんうんうん、ドラムに、うん、いやいやいや、全然いいじゃん、アイドルの、ね、方でも、と生のさ、一番前で見ときたいなっていうね、もう王子も、そのどういったところがいいんですか。それはもう あんまりね、こう詳しくには言えませんけども、うん、もう違う意味でドキドキしちゃうっていうね、うん、違う意味でドキドキしちゃうね、うん、どんな意味。でもだからさ、はい、やっぱりね、先ほどもね言ったようにね、はいはい、ね、80のおじいちゃんもね元気でそういうね、うん、ナンパされる時代ですよ、うん、ね、王子もですね、うん、まあ、そういうふうにね年齢を重ねながらもですね、うんうん、ちょっとこう違った角度で見たいなっていうね、なんかもう黒をちょっともう違う角度から見たいなっていう、うん、これじゃ言わない方がいいかもしれないな。はい、はい、じゃあ高尾さんツイキャスで、昭和は穏やかで良かったです。日本自体は激動の昭和でしたが、一つの時代が終わったと言っても良いでしょうねっていうことで、うんうん、ペーターさんが昭和の匂いを嗅ぐ王子かっこどぶいた横丁、うんうん、でもね、昭和ってなるとそのね、なんか独特なその雰囲気っていうのもありますよね。その例えば飲食店にしてもそうですし、まあ、特に喫茶店なんかもね、うん、うん、ね、もう昭和レトロっていう風にね、もう名前ついちゃってますけども、うんうん、なんかそんな感じでね、今居酒屋さんにしてもそうなんですけども、なんかこう昭和に根付いた感じのこう、なんていうの、この昭和臭さっていうのかな、うんうん、なんかそういうのをさ、今また、再現できたりとか、うん、そうそうそう、ね、そういうのっていうのは ね、最近でもありますもんね、うん、いろいろパッケージの復刻版ってね、うんうんうん、でもなんかあのデザインが逆に、デザインが逆に新しく感じるというかね、そうそう、今逆に新鮮ですよね、うん、今若い方、ね、うん、昭和のアイドルの方の歌も歌ってるみたいですね、カラオケなんかで、ね、あ、そうですね、うんうん、で、沖縄大好きさん、王子相変わらず、はい、ん、何、相変わらず、まあ、変わらないってことですね。ああ、それは変わることはなくてですね、ちょっとパワーアップしたつもりでね、こっちにね、帰ってきましたけども、容姿が変わりましたね。そう、ね、そう、うん、
それはですね、うん、あのちょっとこうね、うん、あのワイルドな感じを見せようかなというね、うんうん、あのそれもありますよ、うんうん、やっぱり変化を持たせないとですね、うんうん、ねあの何ですかそれ。じゃ、じゃ本当にあのね、あのいつもね、あのなんて言ったらいいのかな、はい、あの、まあ、例えばですよ、はい、もう綺麗な感じのね、うん、あのすっきりすっきりお兄ちゃんじゃないですけど、すっきりおじさんみたいな感じに、ね、うん、いるのと、ちょっとこうワイルド系ですね、うんうん、で攻めるのと、まあ、攻めるっていう言い方をちょっとね使わさせていただきますけども、うん、こう女性にアプローチするときにですね、うんうん、やっぱちょっと違うと思うんだよね。地獄を見るわよ。ワイルド系で行こうとしてたんだね。そうそうそう、ちょいワイルド系で行こうとした結果が、ジローラもですよ。ワイルド系で行こうとした結果がそのヒゲ。そうそうそう、そうジローラもですよ。ちょっとこっちのね、あの感じでね、ラテン系っていうのかな、うん、うん、ちょっとそういうのもね攻めたいなと思いますよね。滑ってます、うん、その通りだと思います。なんで、はい、トングさん、はい、さーいということで、はい、さーい、はい、はい、たい、はい、沖縄大好きさん、はい、王子、匂いを嗅ぐはアウト寄りの注意。沖縄大好きさんからからも注意をもらって。匂いを嗅ぐね、まあ、匂いを嗅げるとなると、またこれはあの違った意味ではこのマニアの世界に入りますので。何ですかそれ、うん、マニアの世界。それマニアの世界ですよ、ちょっとそちらの方だとね、うんうん、まあ、あの王子の場合はこう、うん、まあ、至近距離で見るっていう。で、あの高坊さんがね、うん、おだまり、拘束したのされたの回答次第では一発破壊になりますよってそうだよね、うん、いやこれはね、どちらともないですね。そういった、うん、拘束したら大変ですよね、うん、で拘束されてるわけでもないんですけども、うん、ね、まあこういろんな、まあ、先ほどちょっと申し上げたように、ね、この放浪という言葉が一番ね、うん、いいのかもわからないですね。いろんな方の、まあ、観察をしながらですね、うん、なんか王子の観察ってなんかな。でも本当にね、いろんな方がいらっしゃって、うん、あペーターさんが、うん、目は見えずとも匂いで見る。それもなかなかですね、うん、よくね、はい、こう例えば目の不自由の方が、うん、こうアンマさん、ね、マッサージさんね、やるじゃないですか、うん、ね、そういう時にやっぱりこの一発でこう体の、あの不調をね、を治すようなこう技術をこう持っていらっしゃるというのは聞きますので、うん、もちろんまた違う意味で、あれなのかな、うん、匂いで女性を見分けれるような、そういうもしかしたらその、うん、能力というのはちょっとねおこがましいですけども、ちょっとそんなようなセンスを持ってるのかもしれないですね。センス、うん、でも皆さんがその匂いっていうのを言っていただきますんで、うん、目がね、あ、いかん、これは22時18分違った角度で見たいでイエローカード出てます。アイドルの妙な見方して貶めている。で、なんで、ヤスさんが、あーあイエローカードって、お貶めてる、それはちょっと心外でございますね。うん、王子リーチかかってますよって、違 う, こういいところからこう見るっていうのは、そのまたファン、ね、このそういう目線じゃないですか。で、沖縄大好きさんが攻める、はい、王子は攻めすぎではって。いやいやいや、もうやっぱこれはですね、はい、もう一ファンとしてですね、うんうん、やっぱそういうところを凝視してあげないと、うん、そこがもう一押しのね、セールスポイントですよね、ちゃんとこう見て差し上げるというのはね、うん、何ですかそれ。沖縄崎さんがまたマニアの世界、至近距離で見る王子危ない発言でイエローカードってあのね、これは、まあ、まあ単純にだよ、ね、やっぱり近くでみんな見たいじゃないですかね、やっぱり遠くからさ双眼鏡で見る、ちょっとメール言っていいかな、はい、どうぞなんかこれ以上なんかちょっとなんか暴走しそうで、お引き取りください。はい、はい、ジェニガタ警部さんからです。ありがとうございます。本日のテーマ昭和パート2ですが、昭和時代の映画館の上映スタイルは今と違っていたところ、入れ替え性がなく映画が見放題、うん、なるほど、あと映画の作品によっては1回の料金で2本立て、アニメーションなら3本立てで鑑賞することができた、うん、うん、ありますね。で、あと毎週土曜日の最終上映の時間は通常時の最終上映時間とは異なり、
オールナイト上映を行い深夜3時から4時まで終映してましたねっていうことで、今の映画館にはない懐かしき昭和の映画館ですねっていうことです。ありましたね、オールナイト上映ってありましたね、うん、ありますね。それはですね、 ねありましたね。そこで一夜を明かすみたいなね、あの終電がなくなってずっとね、うん、そこで見てる場合がございますけども、それはまたね特にですね、まあ、昭和となるとですね、まあ、王子が大好きなね、そういうね、ムービーが、あ、どういうムービー、うん、よくね、あ、まあ、これはですね、王子が大好きなムービーは、王子が大好きなムービーはその何、専用のっていうか、そういうところでやってなかった、ね、これまたですね、まあ、そう専用ですけども、今またね次改めてねメールがね届いてますけども、こちらにもちょっとねそれらしいことが書いてありますけども、うん、まあそよくね学生時なんかね、まあ今で言うその何ネットカフェの代わりのようにして、まあお値段安いもんですから、そこでね一夜を明かすっていうようなことはね、ただあったんですけども、でも入れ替え制じゃなかったですから、なんかその上映時間あんまり関係なく入って、うん、で映画の途中で入ってしまって、で結局また何最初から上映 し直すじゃないですか、うん、それの途中まで見るとなんかもやってした覚えがあります、うん、あ、 でそれでまあ一応最後まで見るんですけど、うんうん、それはですね、で長い映画だとこれやるとなかなか辛かったですよね、うんうん、多分それはねちゃんとしたねつながりのあるねあの映画をね、うん、見ていらっしゃったんだなと思いますけど、はい、うん、まあ、王子なんかが見てたのはどこで切れても OK みたいなね、え、そんな映画ある、うん、どこで切れてたって OK なんだもん、うん、こう見てる視点が全然違うから、うんうん、だって話のストーリーの途中、あ、もう話よりかそのね、え、ちょっと待って、王子の映画館って何、どういう映画館なの、まあ、話とかそんなストーリーだからどっちでもいいんですよ。あれ、王子が見ていた映画館は何本立てとかなってたの、もうだいぶ何本立てですけどね、結構な、うん、たくさんのサイクルっていうのかな、あれでしたよ、そのだあの普通の映画だとほらほら、あの何、あとメインの映画ともう一本二本立てじゃなかったじゃないですか、4本ぐらいありましたから、うん、4本ぐらいありましたよ。4本 ?4 本ぐらいありましたよ。で、アニメは3本立てぐらいでしょ、うん、だからね、それよく考えていただけると分かると思いますね。何、何、うん、何言ってんだ、何言ってる、いや、だからそういう、ね、もう本当にね、昔のね、素晴らしいそういう作品がね、たくさんね、うんうん、あるじゃございませんか。ね、うん、あ、ペーターさんが、ストーリーがない映画。うん、あ、ストーリーはないんですけども、まあですね、まあなんていうの、これあんまりね露骨に言うとね、ちょっとあれですか。カウボーイさんが答え言ってるかもしれない。何の話しているの？日活と日活ポルノの話でもしてるのって。正解だね。うん、正解。地獄を見るわよ。そうだよ。だからそこでよくね学生さんっていうのはあれですよ。うん、で一般のサラリーマン。あれ何歳から入れましたっけ？で普通に大学生の頃にはもう入ってきましたんで、そこそこそういうことか、うん、でね、若いサラリーマンの方、まあ、要はね寝床にしてたんですよね、もう見てるというよりかね、終電がなくなって、うんうん、え、ちょっと待って、その映画も深夜までやってるの？そう、朝までやってます。うん、だから今のネットカフェっていうのかな、はい、うん、あ、そうか、当時ネットカフェがなくて、うん、でカラオケもまだカラオケボックスがない時代なんかは、結局深夜の時間つぶしがそういうところだったってこと？そう、あ、で、うん、まあ、安くっていうかその映画の上映料金だけ で、ね、その遅くまでいられるってことね、だからもうほぼみんな寝てますよね、はー、だからもう本当にそんな感じでしたけどね、うん、なるほど、うん、そういう利用方法っていうのかな、利用方法、あ、そうか、だから入れ替え制じゃないから追い出されないしってことね、うん、だから椅子横のね、なんていうかな、まあ、横並びになってるところにもう、ね、うん、体全体預けちゃって寝てるみたいなね、あれ今ってそういう映画館ってないんですか？多分ないと思いますね、あ、もう全然ないんですか、うん、多分ね、ないと思います、うん、昔は本当にね、その30年ぐらい前の話ですけども、はい、普通にありましたんで、
だからまあそういう体型っていうかね、変わって、まあ、今もしかしたらその、ネットカフェでこう寝泊まりができるかなというで、その映画館もなくなった映画館自体がないんです、ね、なんか昔あったじゃないですか、うん、その駅の名古屋駅の西の方のところとか、うんうん、あと名屋橋だったかな、うんうん、ありました ね、 ね、うん、あそうなんですね。だからもう今なかなかその映画の、ね見れるような感じ、まあ、きちっとそのお金の、携帯料金というか携帯というんですか、その あれも変わってきちっとした金額を取られて、まあ、特に予約しとかないともう見れないとかね、まあ、そういうような感じになってる、うん、そうですよね。もう予約もそうだし、ね、時間もちゃんと決まってて、その時間にしか入れ、その時間のちょっと前にしか入れないですし、うん、そっか、そうやって考えたら随分映画のスタイルって変わりましたよね。と思いますよ、うん、多分そんな、ね、形でなかなかそういうふうな24時間やってるような映画館もね、うん、まあ、再三多分撮れなくなってるっていうのもあると思いますけどね、そういうのはね。そうですね、うん、カープボーイさんが人気がある映画は普通に立ち見もありましたよねって、うんうんうん、何回か立ち見で見た経験がある、一番後ろの手すりのところに持たれてって、わすごいわかります、うん、何本当に人気があるやつってもう全然座れなくて、入れ替えした時に席を頑張って取ろうとするんですけど、でもやっぱり人が多くてできなくて、でずっと立って見てたこととかありますし、その通路に座って、まあ、上映が始まったら出入りが しないので通路に座ってたこともありますね。うん、でも映画館ってそれぐらいいっぱいでしたよね昔、 その席以上に人が来てたっていうか、うん、そうですね、うん、なんか懐かしいですね、うん、そういえばそうだなと思って忘れてましたけど、はい、ありがとうございます。はい、ございます。では、うん、もうちょっとメールいきましょうか。うん、はい、はい、お願いします。はい、こちらはですね、みそさん、ダンサーさん、王子こんばんは、はい、昭和といえば、女性だけの水泳大会とかジャニーズの運動会のテレビ番組かな、特に女性アイドルの水泳大会は、女性アイドルはワンピースの水着、 AV 関連の女性はビキニで、騎馬戦は帽子を取るのがルールなのに、ダンプ松本さんはビキニの上を剥ぎ取り、ぶん回しながら笑顔でしたね。今では絶対にできなくて、昭和だからポロリは許されてるのかもですね。兄は笑いながら見ていて、父は、ハッサビよハッサビよハッサビよ、うんうん、女のおっぱい見せて、はじかさん。はじかさん、女のおっぱい見せて、はじかさん、うんね、恥ずかしく、はじかさん、ねえらんば、ねえらんばってね、言っておきながら見ていました、うん、って言いながら見てたんだ、うんうん、まあね、父ちゃんも見るよねそういうのはね。あ、うん、姉はジャニーズの運動会番組を楽しみにしていましたが、やはり女性だけの水泳大会の方が放送回数が多かったような、王子なら水泳大会を楽しみに見て いそうですよね。ラジオネームマンタキのみなこです。ありがとうございます。あ、でもね、これね、マンタキとはたくさんの意味で、みなこという名前はたくさんいる意味ですと。あ、みなこさんという名前の方がたくさんいらっしゃるってこと、うん、で、あのマンタキのみなこですと、あ、ということなんでしょうね。もう王子はね、まあ、そこまで入れなくても、もうみなこさんは、ね、インプットしてますから、うん、もう全然大丈夫でございますね、うん、それセクハラ、それセクハラじゃないんだけどな。、うん、で、ね、まあ、王子もですね、まあ、できることならですね、もう今で、ね、ないからダメですけど もうそちらの、ね、こう水泳大会に参加したいもん、うん、あの騎馬戦の下の方にね、こう 馬の状態でね、うん、王子参加したいなと思いますんで、それセクハラです。それセクハラじゃなくって、でもちゃんと昔はそのね、もう馬になっていらっしゃる、そういう方もいらっしゃったわけですよ、ね、ダンプ松本を担げ、うんうん、でそういうような感じで私もですね、うん、このね、参加したかったですね。それセクハラです。だからなんで それはもう一そのもうなんかもうスタッフとしてさ、言うたびにセクハラ発言で、ね、スタッフとしてそこに参加したいということでございますよ、うん、それセクハラです。いやもう本当にね、またさ、はい、
おっぱいポロじゃなくても、ね、昔だとさあの、ね、松本優さんとかね、うん、早見優さんとかさ堀ちえみさんとかいろいろいるじゃないですか、うんね、そういう方をね、うん、あの乗せてみたいと思うもんね。うん、お黙り。そっちの目線は考えなかった。なんで？もうそれがやりたくしょうがないよね。うん、お黙り。騎馬戦の、うん、馬の役になってもいいってことね。そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。なるほど、そっか。ね、そんなね、うん、願ったり語ったりございませんよ。で、至近距離でね、顔が見れてまたあのお肌もあの触れ合えちゃうっていう。もうそんな素晴らしいことはありません。もうペーターさんがダンプの馬って、もうダンプ松本さんの馬になったらいいよ。まあまあね。まあそれでもね、あの王子あの嬉しくなっちゃいますけどね。はい、ということで、はい、はい、CM です。はい、 CM です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションなごみは、客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラットはネットワークカメラシステム、パップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し。お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、自由気まま配信ワッチーさんがですね、はい、昭和の名古屋といえばユーテックプラザ納屋橋、一度でいいから行きたかった、うんうん、でも今はもうない。ユーテックプラザ納屋橋、一度でいいから行きたかった、元は商業施設で電気街でしたということでですね、はい、まさにユーテックプラザ納屋橋、まあ納屋橋っていうのは、名古屋駅のですね、名古屋駅と伏見駅の間ぐらいにありますよね、うんうんうん、そうですね、うん、東方どうでしょうね、うん、15分ぐらい、うん、まあそれぐらいでしょうね、ほぼ、うんうん、15分ぐらいですね、うんうん、まあ、うん、まさにこのユーテックプラザ納屋橋に行ってた世代っていうか、うん、私なんかは、私もできた時に行きましたよ、うん、ね、で、うん、まあ大須観音っていうか、まあ大須の方とかもある、名古屋のその電気街っていうんですかね、うんうんうん、まあ要は東京でいうところの秋葉原、うん、はい、が、まあ、大須っていうところにもあるんですけれども、はい、ただ納屋橋にもそういう電気街を作ろうっていう試みで多分、まあね、そういうところができたんですけれども、うんうんうん、まあ
実際には駅から地下鉄の駅からはあんまりアクセスが良くなくて、うん、でまあ、シャトルバスも出てた時代もあったんですけど、うん、結局はね、あのやっぱり駅、地下鉄の駅からすぐじゃないっていうところの立地条件で、ね、結局はお店のテナントがどんどんいなくなってしまってっていうのを急にその、ね、あの思い出しましたね。ありました、ありました、ありましたね。要はあの電気パーツ関係とか、はい、うん、あと飲食店もありましたね。あ、ありましたね。飲食店もありました。アイスクリーム屋さんとかありましたよね。なんかね、うん、ピザとかパスタもあったよな。なんか私、うん、アイスクリーム屋さんもあったような、うんうん。当時ちょっと珍しいアイスクリーム屋さん、うん、まあ、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、うん、あったなっていうのを思い出しましたね。うんうん、そうです。あと実はね、普通に雑貨屋さんとかあの鉄道模型なんかのねお店もあったんですよ。はいはい、うん、そうそうそう、ありましたね。うんうん、あれなんかジオラマのお店もあったような、うん、そう、うんうん、そう、だから鉄道模型のジオラマがあったような感じでしたよね。はい、でまあもちろんそういう電気パーツ、うん、電子パーツなんか持ってるのもありましたし、はい、ねえ、なんかそれを急に思い出しましたけれどもね。でまあそれもそうなんですけども、うん、今日のこの名古屋栄養ですね、うん、はい、大事なお話があります。はい、一応じゃあ美女落としますね。はい、次回の旧名古屋滑りナイトです。にやった、もうですね、滑りナイトですね、ここね、ご参加していただける方もね、もう決まってらっしゃいまして、まあ王子にこう挑戦状をね叩きつける、はい、そんな感じでですね、はい、こう意気込みをねいただいておりますけども、はい、至ってノーマルなね、うん、感じでね、よく言いますけども、うん、居酒屋トークぐらいのねイメージで全然結構でございますんで、うん、うん、もうその時に、うん、ならないと、どんな風な流れになるかも王子もね全然わかりませんね、はい、うん、そしてチャレンジャーは、チャレンジャーは沖縄大好きさんです。プロの方じゃん。まあね、沖縄大好きさんも今はね、うん、沖縄大好きさんのね大好きを叫ぼうっていうね、ラジオ番組やっていらっしゃいますからね、うんうん、そうですよ、はい、ね、ちゃんとしたね、ラジオ番組のパーソナリティの方でございますよ。ちゃんとしたって何、うん、そうで、まあ今ね、深夜1時からの放送の番組なんですけれどもね、はい、うん、ね、まあ、普段収録されているんですけれどもね、はい、今回じゃあ生出演ということで、電話出演ということでね、電話出演ですか、生電話出演か、そうですね、冒頭から入っていただく流れになります、うん、まあそうだろうね、はい、そうですね、はい、うん、はい、もう冒頭から入っていただきまして、もう終わりまで、そうだからね、ね、うん、いつもね滑りナイトっていうのは面白くって、もう全然そのね、何からこう始まって何で終わるかっていうね、もう何にもそのコンセプトがなくてですね、お話も何が飛び出るかわからないっていうね、うんうん、それはですか、ノンフィクションですか。そうで、そこら辺のね、さじ加減を上手に王子もね、ゲストの方とね、はい、トークできたらいいんだと思いますので、はい、うん、ただひっちゃかめっちゃかなるけどね、うん、スパッとね、高本さんが王子を叫ぼうって、はいはい、え、ああ大好きを叫ぼうじゃなくて王子を叫ぼうになってる。違いますよ、タコさん、王子を叫ようじゃないですか。これね、今ね、王子もね、先ほどから申し上げてるように、こう放浪の旅から帰ってきたばっかりですね、結構ね、うん、パワーアップしてますので、うん、いろんな意味で、うんうん、これまたね、面白い展開になるんじゃないかなと思って、うん、ね、沖縄大好きさんね、覚悟していただきたいなと思って。覚悟、うん、うん、間髪入れずにどんどん、ね、どん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 お話ししてほしいなっていうふうにね、うん、思いますね。そうじゃないと王子がずっと喋りっぱなしになっちゃうから。おだまり、ヤスさんが恐怖のっていうこの、はいはい、半年、青ざめた絵文字が、はい、半年に1回のリスナーさんの試練ですね、うん、え、試練、試練ですよこれはですね、うん、まあ、ね、女性の時男性の時ね違いますけども、はい、まあ、なんていうのかな、うん、先ほども申し上げたように、まあ、はい、お気軽に、ね、お話ができるような、
気軽、感じにしていただきたいなと思いますね。もう最初からね、はい、こうプレッシャーを与えてはいけませんので、はい、うん、まあなんせね、沖縄大輝さんはうん、もうね、こういう番組なんかでね、おしゃべりされてる方だから、うん、まあ、もう全然大丈夫だと思うんですけども、うんうん、あの王子のね、こうお話に付き合っていただければなと思いますけども、うん、付き合うんじゃなくて、あれですよ、うん、バトルロイヤルみたいなんですよいいね。あ、でもね、沖縄大輝さん、安心してください、突っ込めるところは突っ込みますって、うん、突っ込めるかな、これ厳しいよ。あのね、まあ、話がね、まあ、王子ペースに必ずね、入ってきますんで、うんうん、そこら辺をね、上手にね、上手なんだ、うん、じゃあそれは相手のね、うんうん、方のそのさじ加減でございますよ。もう王子はそちらに持っていくのはもう自分でも天才的だと思ってますんで。おだまり何何、うん、いやでも結構ね、王子をずっと振り返るんですけども、はい、いろいろね、うん、あなた反省会出てきた、うん、自分の頭の中でですよ、このね、あなた応援されたものを聞かないじゃないですか、うん、自分の声、夜の反省会も右から左だしね、うん、自分の声があまり好きじゃないっていうで結構ねそこでね、全然これじゃ改善されんよね、うん、流れをね、こうね、頭でね、こう、うん、ちょっと考えることあるんですけども、うん、結構ね、なんか王子のこうペースに、皆様入っていっちゃうなっていうのがね、うん、埼玉の郷さんが王子のことをモザイクかけようってああよくある、声を変えるやつですかね、ボイスチェンジャーのように、声をねあれですか、あれですね、まるでなんかんでしょうね、よくああちょっとあれだね、闇ルートを暴くみたいなの、でもさ、話の内容からしてすぐ王子ってわかるよねいやわかるよ、内容からしてね、それはわかるよ ね、 うん、ねどんだけね、ね、音をねピル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 ってしてもねもうダメだよねで分かっちゃうんだからね。高本さんが王子のカフを下げようってなったら、いやカフ下げたら滑りないとじゃなくなりますよね、うん、沖縄大輝さんの番組になっちゃいますよね、そうなんだよね、はい、ということで、うん、はい、はい、名古屋は栄養は滑りないとの告知でした。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。今日のメールね、はい、なんかいいよね。何ですか、ね、なんかいい、すごいいいよ、はい、ご紹介しますね、はい、キウナガヤの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。ありがとうございます。ノロノロ台風と、そういうスーパーからお米がなくなったことを心配している岐阜の9人のバーバーです。そうだよね。お米がちょっとね、でも新米がもう出てくるっていうようなもう話もありますので、うん、ちょっと落ち着くんじゃないかなっていうふうにも思いますけども。今そんなに買い占める必要はないですよね。うん、はい、もうすぐ美味しいお米が、うん、そうですね。きっと。うん、それと今日のテーマ昭和ですが、昭和のテレビ番組は今では考えられない番組がありましたよね。 11pm、とか、時間ですよ、では、お不良さんの入浴シーンが、ね、11pm ではストリップが見れたり、番組名は忘れましたが、野球拳でじゃんけんで負けるとヌードモデルたちが1枚ずつ服を脱いでいく罰ゲームみたいな番組までありましたよね。そうなんだよね。ね、もうこれも王子はね、もう大好きでしたね。うん、うん、大好きですね、これね、やっぱりね。まあ、よくね、水戸黄門でもですね、由美香織さんがですね、うん、お風呂に入るようなね、あ、そういえばそうでしたね。あのシーンもですね、うん、まあ、とんでもないぐらいね、ドキドキしちゃいますからね。うん、逆に言えば、そういうドキドキで倒れちゃうかもしれないですからね。うん、
もうそういえばありましたね。もしかして今ってドラえもんの静香ちゃんのお風呂シーンってないんですか。多分 あれも NG なんですか、ね、そういえばのび太さんのエッチってやってたじゃないですか、うん、多分そういうのもね。そうか、あれもないんだ。だいたいなんかのび太たちとかがこうラーメン食べてる小池さんの 横切って、うんうん、でなんか静香ちゃんのお風呂のところも横切りそうになって怒られるっていうね、うん、そうそう。結構ね、そういう、 こうアニメ系、漫画系もちょっとそういうの自粛されてるかもしれないですね、テレビで堂々と放映されなくなって今では考えられないですよね、ごめんなさい、テレビで堂々と放映されていたなんて今では考えられないですよね、これらの番組を見たことある人はかなり年ですかね。ね、かなり年、かなり年、ね、本当に山本慎也さんがナイトスポットのね、うん、こうご紹介とかしてたじゃないですか。ホントナイトとかね、ねえ、うん、ああいうのもやらないですよね、当然ね。まあそうだよね、うん、なんていうのかな、まあボーイズたちのね年代だとね、まあ、まあよく言うね、裏本裏ビデオとかね、はい、うん、まあビニ本とか言いますけども、あ、そう、うん、そういったものの、ね、あの、まあ、前世紀でしたので、はい、うん、まあ、そういったことにはね、もうね、頭がね回転しっぱなしでしたよね。あ、うん、あれなんで草むらに落ちてるんでしょうね。ですよね。だからお家にあれ持って帰れないんだよね。うん、うん、よくなんかね、うん、草むらに落ちてましたよね。だいたいのパターンはですね、うん、まあ、中学生ぐらいの、ね、お兄ちゃんがですね、まあまあ、勝手にいただいてきちゃって、うんうん、でもう、ね、見るだけ見て、ね、もうお家に持って帰れないとでね、うん、結構こうポイしてるっていうね、そういうパターンが多い。昔面白いのは駅のホームにそういう図書を入れるポストみたいなのがあったんですよ。あ、そうだな、うん、すごいですよね。あれだから多分家庭に持ち込まないようにってことですよね。お父さんこう道中で見て、ね、やっぱりこう雑誌にあるじゃないですか、ちょっと過激なシーンとかが、うんうん、それをこう家に持って帰らないようにそういうポストがあって、あ、そういうことです、うん、そうそうそう、駅になぜか置いてあったんですよ。当時それ知らなかったですね。でも今ってもうそうしなくてもスマートフォンがあるから、うん、はい、そういう図書が必要じゃないっていうこと、ね、っていうか、まあ、ないんですよね、あんまり ね、うん、ね、年齢関係なくそれ見えちゃうからね、そこがちょっと、ね、でもそれもねどうなんでしょうね、うん、よろしくないところで、ね、なんか見れちゃうところ、うんうん、ね、まあ一応ねいろいろこうそういうのは見れないようにするっていうのはあるんでしょうけど、はい、なかなかね、うん、あ、もう1つメール紹介しますね、はい、うどん県大好きさんからです。私の地元高松には昭和町駅があります。高徳線の駅で高松駅の次です。駅の周辺にはスーパーマーケットや図書館などがありますということで、うん、ね、昭和の地名です、うん、ね、そうだな、ね、でもまあね、まあ、そうやって、ね、昭和を思い出すようなこう地名とかそういう、うん、まあ、名前のこう施設とかね、うん、建物なんかはねまだまだたくさんあると思うんですけども、うん、でもまあそういったところからね、なんか昔をこう思い出すじゃないですけどね、はい、うん、まあ、そういうこともありますので、うん、まあ、そういう時代時代をね大事にしていくのもね必要かなと思いますけども、うんうん、最後ちょっといいこと言うでしょ。お、まとめたね。でしょ、まとめたね、でも私は今埼玉の郷さんのツイキャスが気になっちゃった、はい、何、水着だらけの水泳大会でよく松本明子さんがポロリしてたなっていうことで、あれ松本明子そんなことやった、あ、そうなの、あれそうだったかな、あら、あ、そうなんだ、松本明子さんでしたっけ、松本、はい、ということでエンディングです。来週のテーマは滑りナイト。来週はリスナーの皆様には耐え難い半年に1回の滑りナイトになります。王子へのクレーム、クレーム、そして沖縄大好きさんへの激励、メッセージをお待ちしております。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、
太鼓式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週も聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。まあ3人揃ってるのはなんかいつも通りでいいような感じもしますね、うん、まあはい、こんな感じだから、あの王子、ね、あの元気でしょ、みんな ね、 ねご心配されたと思うんですけども、うんうん、ちゃんとですね無事に日本に帰ってこれました、よかったですね、帰れて。よかったですね。よかったよ本当にこれでまた違うとこ飛ばされたらねどうしようと思って、ね、大変ですね大変です。はい、埼玉のゴーさん、王子滑ってもいいように絆創膏たくさん準備しておきなさいよということで。大丈夫ですよ、ありがとうございます。まだ、まだ少し時間あります、うん、はい、いいですよ。そうだね、まあ、来週ね、どんと皆さんね、いろんなこうメッセージをね、ください、うん、またそれに対してもね、王子がちゃんとね、お答えしますのでね、うん、どんどん、ね、できる、そんな余裕あるかな。全然大丈夫よ、大丈夫、うん、ただ自分で何言ってるか分かんないっていう場合がありますけどね、うん、ね、まあ、その辺はまあさらっと皆さん流していただいて、はい、ということでございますんで、はいはい、閉店ガラーンガラーン。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も久しぶりにね、スタジオありましたけども、はい、絶好調だったよね王子ね、うん、なんか結構ね、テンションもね上がってですね、うん、いい話がまたできちゃったなって皆さんとですね、もうごめん、うん、私もう映画館の話しか印象に残ってないです。何ずっとね、そっち系の映画は最初だったっていうね、そうだよ、うん、そこで滞在してるっていう ね、 ね、うん、まあまあそれでもね、まあ学生時代のいい思い出でございますよ本当に、うん、はい、ということで、はい、来週も来週は滑りナイトです、はいはい、みんな覚悟してくださいね、はい、みんな聞いてくださいね、はい、ありがとうございますありがとうございますはい、ありがとうございます。